はい、皆さんこんにちは、日本語教師のしゅんです。今日は私の他の友達が私の家に遊びに来てくれました。私の友達のせいさんです。はい、よろしくお願いします。せいです。せいさんです。はい、じゃあまずせいさんに自己紹介をしてもらいます。じゃあせいさんお願いします。はい、僕の名前はせいです。26歳、大阪出身です。なんだろう、趣味じゃあ趣味は何ですか。趣味はダンス、うん、あとは映画を見ること、うん、あとは知らないことを勉強することです。おお、いいですね。趣味はダンスと映画を見ることと、はい、勉強すること。はい、あ、すごい。せいさんはダンスが本当に上手です。はい、ありがとうございます。はいはいはい、私はまあダンスが好きです。でも上手じゃないです。でもせいさんはダンスが好きで上手です。ありがとうございます。本当にすごいですよいや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 、でじゃあちょっとせいさんにダンスをはい、どんなダンスをしますか。私がやっているダンスは、うん、ポッピンダンス、ポッピングダンスと言いまして、うん、簡単に言うとロボットダンスのようなものですね。うん、へー、ロボットダンス、ロボットアニメーションとも言います。へー、どんなダンス、どんなダンス。例えば、うん、よくやるのがウェーブといって、手をこうして手の先から先へウェーブを流すっていう、こんな感じのダンスをしています。何かダンスができますか。ちょっとかっこいい、かっこいいロボットの今なんだろうな、はい、例えば私のやってるダンスはポッピンと言いまして、弾く、筋肉を弾くというダンスをしているので、例えばちょっとロボットみたいなのをバンバンバン、おー、かっこいい、バン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 みたいな感じですかね。すごい、ちょっと恥ずかしいですね。そう、はい、すごい、本当に上手です。なんか時々路上パフォーマンスもしていますよね。そうですね、うん、はい、すごい、はい、私はせいさんのダンスを見るのも好きです。ありがとうございます。はいはい、そう今はニュージーランドのどこに住んでいますか。今はニュージーランドの、うん、ワナカという町に住んでいます。ワナカ、うん、ワナカはそうですね、クイーンズタウンから車で1時間ぐらい、うん、1時間ぐらいですね。はい、うん、そうへえ、ワナカはどうですか。そうですね、とても静かで、うん、自然がいっぱいありますね。なので時間がゆっくり過ぎるというイメージがありますね。なるほど、そっか。ワナカはじゃあクイーンズタウンみたいですか。クイーンズタウンよりは人が少ないです、うん、なるほど、うん、なのでクイーンズタウンに似ている街ではありますが、うん、クイーンズタウンよりも人が少なくて静かな街ですね、うん、へえ、そっか。でもそうですね、クイーンズタウンはたくさんバーがあって、うん、ナイトクラブがあって、うん、週末は本当に賑やかですね。そうですね、ワナカの週末はどうですか、賑やかですか。そうですね、うん、いつもは静かですね。じゃあ週末も静かですか。週末も、うん、うん、週末も基本的には静かです。うん、そうですね、私もワナカにまあ何度か行ったことがあります。本当に綺麗で、うん、まあ静かな場所ですね、静かな街です。うん、はい、じゃあどうしてニュージーランドに来ようと思いましたか。そうですね、私の
出身の町は日本の大阪という町ですが、大阪という町には、とてもたくさんの人がいます。おお、はいはい。そうね、大阪大きいですね。はい。大阪の人の数とニュージーランドの全体の、ニュージーランドの人の数が、一緒です。そうですね。ほとんど一緒です。大阪は本当に大きいですからね。はい。うん、なので、私は人がいないところに行きたいと思います。なるほど。なるほど。そうね。大阪は本当にたくさん人がいますから、まあもっと自然がたくさんある場所に来てみたかったですね。はい、そうですね。なるほど。まあ私もそうですね。ああ。私の町はまあまあまあ田舎です。でも、ニュージーランドの自然は本当に綺麗だと思います、うんうんうん、出身はどこでしたっけ。出身は愛知県です。愛知県。愛知県です。はい、愛知県の田舎です。あ、うん、そうですね。はいはいはい。え、じゃあニュージーランドの、まあニュージーランドに住んでどこ、何が良かったですか。そうですね、うん、ニュージーランドの好きなところは、うん、自然がたくさんあるところです。あ、そうですね。そしてその自然がとても綺麗です。うん、そうですね。日本と比べて、水、そして空気、うん、緑、それらが全て、とても綺麗で、うん、私は大好きですね。ああ、いいですね。はい、私もそう思います。私もそう思います。はい、空気は、空気が綺麗で、はい、水も美味しいですね。うん、うん、まあ食べ物はね、うん、ちょっと日本が恋しくなりますね。そうですね、時々。日本の食べ物はとても美味しいですからね。ああ、そうですね。え、いつまでニュージーランドにいるつもりですか。ニュージーランドには、うん、9月の、うん、中旬と難しいかな、はいはいはい、うん、中旬、9月の中旬まで、うん、いようと思っています。なるほど。じゃあ日本に帰って何をしますか。日本に帰った後は、うん、おそらく、今と同じ生活をしていると思います。ああ、そうですか、うん、あ、ごめんなさい、今仕事は何ですか。今は、うん、ハウスキーピングを、うん、ニュージーランドでしていますが、うん、それと同時に今、プログラミングを勉強しています。ああ、なるほど。そうですね。なので、今と同じ生活をしながら日本に帰って、うん、新しい仕事を見つけようと思っています。なるほど。じゃあ日本に帰ってハウスキーピングの仕事をしたいですか。またちょっと違う仕事をしたいですか。あ、仕事は違う仕事をしたいですね、うん、なるほどなるほど。ただ、生活としては同じように、うん、時間をゆっくり過ごせるような生活をしたいと思っていますね。なるほど。じゃあライフスタイルは今と同じ、はい、で仕事はまあ他の仕事をしてみたいですね。はい、そうです。なるほど、いいですね。はい、せいさんはね、今は毎日のんびりして生活をしてますね。のんびりとダラダラとダラダラと生活をしています。そっか。え、休みの日は何をしますか。休みの日は、うん、そうですね、ハイキングをする日もありますね、うん、あとは基本的にはダラダラしています。ダラダラしていますはい、そうですね、いいですね、うん、はい、のんびり過ごすのはいいですよね。そうですね、うん、ストレスがたまらないようにダラダラと過ごしています。すごい、それはいいですね。じゃあ今はとてもハッピーですね。そうですね、幸せですね。私にとっては日本にいた時よりも今の方が幸せです、はい、ああ、なるほど。あ、日本はたくさん、日本でたくさん仕事を、そうですね、していました。あ、私が日本にいた時は1日16時間働いていました。16時間、とてもしんどかったです。すごいですね。はい。今は何時間ですか、一日。今、一日4時間だけ働いています。すごい。じゃあ、今の方が楽しいですね。はい。たった4時間で。
生活ができていますので。なるほどね、なるほどなるほど。すごい面白いですね。日本にいた時は1日16時間ですよ。そうですね、はあ、すごい。でも今は1日4時間ですね、はい、ああすごい面白いですね。ライフスタイルが全然そうですね、違います。そっかそっか、わかりました。はい、とても面白かったですね。 ありがとうございます。じゃあせいさん、今日はありがとうございます。ありがとうございました。また遊びに来てください。はいはい。 Thank you very much for watching. If you like this video, please don't forget to subscribe this channel and leave a comment below. And I will see you in the next video. Bye!